おはようございます。以前私はですねコメント返しベース初心者にも栄養たっぷりのマイルスバグズグルーブ B 面というタイトルの動画をアップしましたサムネイルには「バグズの B 面」って書いてアップした記憶がありますけれどもこの動画に頂い,いたコメントを今回は紹介したいと思います早春さんからのコメントですね「アス3ホレスパーラン」の「アス3」「カルボンカーティスフラーのボリューム3」 4070ブルースサヒブシハブサヒブズパーティーカミンアップバド・パウエルのザ・シーン・チェンジーズでマイナー・バンプカーティス・フラーのブルーセットでテリブル・ティーリー・モーガンの「ヒアズリー・モーガン」ソフトリー・アズ・イン・ザ・モーニング・サンライズウィントン・ケリーの「ケリー・ブルー」とだけ書いて投稿されていたんですねあのタイトルと、まあ、曲名とアルバムタイトル とあとリーダー名だけが書かれてうーんなんだバグズの B 面とかなんかベースの話をずっとしていた中でこの流れは何なんだろうと思いましてひょっとしたら何かの暗号かと思いましてですねまあ好きな曲だとは思ったんですけどね以前あのバド・パウエルのカミングアップが好きだというコメントがあったので宗春さんから好きな曲かななんて思いつつもちょっと気になるので私はこれは何を意味するのかなと返信したんですね。 そしたら、早春さんからこのような返事が来てますね。すみません、分かりにくかったですね。イントロのベースラインが印象的な演奏を列挙してみました。というコメント返信でございました。あ、そっか、そういや、全部イントロの <laughs> ベースライン、これ、タラララ、ッタッタッとか、ベースから入るしね。あと、ケリー・ブルーのね、あのソフトリアーアズ、まあ、朝日の央さやかにも、タンダンダンダン,ダン,ダ,ンダン、ダンって、ポール・チェンバースのベースだし。あけ こうベース言われてみればすごい印象的3なんかも「タタパンパーン」ってあ,たあのさっきだったベースがあのベースがあるからこそその後のさっきだった演奏がさらに迫力を増すというような効果もありますし言われてみれば全部ベースのイントロがいいよねと思った次第です気づかんが私もアホでしたねと。でそれに対して橋本宏さんからですねとても。 かかりにくっったですニ <laughs> ニコニコって、えー、カルボン聞きますというコメントですね。でそれに対してさらにですね小田、えー、ろうさんからですねあのこのような返信が来ています返信というか早春さんに向けてのメッセージが来てまして「素晴らしい洗顔ですね共感いたします」。 私はベースが印象に残る名盤と言いますとスピークロー・ウォルター・ビショップ・ジュニアベースはジミー・ギャルソンプリーズ・リクエスト・オスカー・ピーターソンあと最近では圧倒的に後期マイルスのザ・マン・ウィズ・ザ・ホーンのマーク・スミラーのバックシート・ベティなどが今でも真っ先に浮かぶベース愛兆版です恥ずかしながらパッド・メセニーとジャコのベースはその音色自体が苦手なので愛兆版はほとんどないですというコメントでございましたすごいですね小田陳トロさんの その好きなベース、私の好物とめちゃくちゃ一致してますねあのウォルター・ビショップ・ジュニアのねあのスピークローはジミー・ギャリソンなんですけれどもねものすごい牽引力なんですよグイグイ,グイグイグイピアノおいこっちだこっちだって俺が道先案内してやるわお前は安心してピアノ弾けっていう感じの頼もしいベースっぷりなんですよねでガリッとした音でねアタックの強い音でというかあの今回小田陳さんがあげた「 3人のベーシストあのベーシストというより3人のアルバムのロックオンのベースのと全部エッジが立ってますよねもうキリッとした感じでですねなかなか引き締まった音色でいいと思いますよあとこの「プリーズリクエスト」ねオスカ・ーピーターソンレイ・ブラウンですけれどもあのアルバム自体は私あんま好きじゃないんですけどレイ・ブラウンの音色はすごくねエッジが立っていて粒立ちがはっきりしていてそれでもうすごくなんかツヤがあって。 音がくっきりしているんですよね。 タタ,タタタタンとかすごくなんかね結構遊んでるんですけれどもその遊びの音も含めてこう粒立ちはっきり輪郭はっきりこう前に出てくるっていう感じでですねでちゃんとオスカ・ーピーターソンものことも支えているっていう素晴らしいベースっぷりなんですよねだからこれはベース隠れ名盤だと私は思っていますまあオーディオマニアから言わせるとこれは結構ベースチェック名盤らしいですよねいいベースの音で録音されているらしいですだからまあ これも私好みのベースのネイルだしあとねあのマーカス・ミラーのねこのバックシートベティのうっぺっあの重たい一撃そしてあの間間が素晴らしいプレーですよねマーカス・ミラーのね。 なあのこあのマーカースでも19歳とか21歳か分かんないですけど二十、まあ、歳前後ですよねまだまだ若いのに若いんだがもっともっとたくさん引きまくりたいのにって抑えに抑えて大人ですよねすごく隙間を生かしてです、ね、こうマイルスたちの,その空間的にその空間でなんか音を支えていて。 で M N、雰囲気を醸し出し出ているんですよねもう司令塔ですよね、マーカスミラーね。音色も素晴らしいんですよね。あのギラッとした音あれで弾きまくられるとちょっとなんか普通のフュージョンみたいで興ざめなんですけれども、抑えに抑えに抑え,抑えてね、あのドンシャリ系の音をですね、もう効果的に垂直透過しているんですよね。あのね、バックシートベティはまあ、かっちょいいですね。私の場合は、どちらかというと、ザ・マン・ウィズザ・ホーンよりも、 あ,のあ,あっちの方が好きかなウィーウォンとマイルスのバックシートベティの方がもっともっと節約されていて重たい一撃を食らわせているのでね素晴らしいベースプレーだと思いますよね。でまあ,あのジャコの音色は本当に好き嫌い分かれるところで、まあ、嫌いな人い 個性がはっきりしているからこそまあめちゃくちゃ好きな人とあんまり好きじゃない人と分かれるのは、まあ、それは致し方ないことだとは思っていますけれどもねでそれに対して早春さんが小田陳さんにこのようにお返事をしていますねありがとうございます今スピークローを聞いています確かにおっしゃる通りギャリソンはなかなかいいベースを弾いていますね今後もっと聞いてみようと思います ピーターソン、ミラーは今まであまり聞かずに来てしまったのですが、レイ・ブラウンですと、This One's for Branton が印象的でした。ミラーは後期マイルストの著作を少し聞いたことです。<laughs> This One's for Branton 来ましたか。これ来ちゃう。最終兵器出してきましたね、早春さんね。もうこれ出しちゃうともう次ないよっていう感じですよね。<laughs> ジミー・ブラントンに捧ぐ、このレイ・ブラウンとデューク・エリントンの デュオなんですけれどもある意味ミンガスとエリントンがやってるマネージャングルよりももっとドスの効いたアルバムかもしれませんよねうんすごく重く腰の座ったアルバムだと思いますけれども高校生がこんなん聞いてる <laughs> いいね <laughs> としか言いようがない ThisOne’sForBlanton ね ジミー・ブラントンとやっていたらどうなるんだろうななんて思いながらあるいはそういう願望をレイ・ブラウンが一生懸命エリントンブ分に応えようとしてもう発するプレーですよね発する発するもうすごい迫力のあるプレーをしていますけれどもまあなんだもうもう最終兵器を高校生に聞いちゃうかもうその先ないじゃないですか残りの人生どうするんですかっていうぐらいもう最終兵器聞いちゃってますね。<laughs> <laughs> まあ素晴らしいことだとは思いますけどねで続きますええー、私はフュージョンをジャズだとあまり思っていないので今回は入れませんでしたがジャコは苦手ですか確かに私も少し前まで目線にーは苦手でしたが各国賞ネイロの面ではジャコはそこまでの大転換はしてないのでなんとも言い難いのですがトリオブドゥームなんていかがでしょうあれも凄まじいアルバムですね 1>, えー、1曲目はマクラフリンとトニー・ウィリアムスの激励に触れたジャコがものすごいバトルというか必死の逃げを繰り広げていますまた2曲目のコンティニウムなど惚れ惚れとしてしまうような出来栄えでマクラフリンのアルペジオからジャコのソロからとても素晴らしい演奏ですねよろしければ聴いてみてくださいおすすめですまたなんか最終兵器出してきましたね今度はエレクトリックベースのね これはねジョン・マクラフリンというギタリストとねあとトニー・ウィリアムスというドラマーとねジャコ・パストリアスというベーシストのこれはあの総合格闘技ですね音楽というよりは、まあ、音楽というフィールドのリングの中での、まあ、バトルと思って聞くとなかなかエキサイティングですねだからまあ音色がどうの以前に激しいその音のつばぜり合いを楽しむアルバムだと思いますけれどもね はいえー、それに対して、えー、早春さんに対して小田沈太郎さんからの返信を紹介しますねこちらこそいつもありがとうございます早春さんはどこでこれほどまでのジャズの情報を仕入れておられるのですか本当そうですよ「t h i s o n e s ブラントン」とかねいつも驚くばかりですまたお書きいただいたアルバムをぜひ聴いてみたく思います私がジャコを苦手という笑える理由としては じゃこと顔がクリソツなご人がおりましてかっこ笑いジャコになりきったがごとくじゃこがーっと連発していたからででもあります <laughs> じゃあアヒル口なんですかね思いっきりねあのドヤ顔にするともう口がグリってアヒル口になりますもんね <laughs> 偏見はいけないと思いつつ偏見を持たぬジャズファンは一人としておらぬと思っておりますので早春さんのようなお方は別として 私はこれまで自分の趣味やジャズの好みを他人様に話したことはありません。単なる頑固偏屈じじいであります。これからもご活躍を楽しみにしております。ありがとうございました。というですね、なんかね、少年と老人の心温まる交流にだんだんなってきましたね、このやりとりがね、高校生となんかジャズじじあ、失礼しました、<laughs> ジャズじいさんとのやりとり、ね。 普通、見られない光景ですよね。こういうのってね、リアルではね、なかなかないやりとりだと思いますけれども、まあ、不思議ですよね。この YouTube 上の出会いっていうのもね、<laughs> まあ、そのようなコメントね、じゃことクリ卒顔の人、なかなかじゃあハンサムな人じゃないですか。で、それに対して、宗春さんからまたこのような、まだまだあの老人と少年のやりとりは続きますよ。えー、小田陳さんに対して、えー、返信ありがとうございます。偏見は誰にでもありますよね。 私ものの偏見の原因は些細なことがが多い気がします私自身もミラーは初めて見た91年のランフォーカバーの印象を引きずってずっと嫌いでした。私のジャズの情報量の多くはディスコグズリンク1ですリンクが貼られてますよねで高野さんの動画や本もしくはその時聞いたアルバムなどで気になったジャズ面をこのサイトで調べてそこから広げていった結果今に至ります コメントでおすすめしたトリオ・ブ・ドゥームもほとんどの曲もこのサイトのプレイリスト動画自体は YouTube で消えますあでリンクが貼られてますねお試しにどうぞと書かれていましたねあディスコグズなんですね情報源ねあと高野さんの動画や本をありがとうございます <laughs> 動画はまあねあれとして本も読まれていたのねあの本ね ビジネスマンのためだって高校生がビジネスマンのためのなんてタイトルついてる本を買っ,て読むまあ買ったのか盗んだのかまあ盗んでいないと思うけど万引きしたのか万引きしてないと思いますけど借りたのかは分かりませんけれどもいやあありがたいですね読んでくださっていたわけですね。 うんまあ変な大人にひねた大人にならないことを望みます。はい、<laughs> ということであの老人と少年のやり取りは以上ですけれどもなんか心温まる交流がなんかねこれに気がついたの昨日なんですよ私ああの早春さんと小田陳さんやり取りしとるわなんて思ってねなんでかっていうと。 新着コメントはね第1回目の書き込みのコメントはお知らせが iPhone に来るんですけれどもその後ねもうすでに出来上がってるコメントに対しての返信が来たりとかその返信に対して他の方が書き込んだことっていうのはお知らせ来ないんですよねだから時々あの過去の動画巡回して回ったりしてるとあれ 自分が書いてこのやりとり終わったと思ったら、さらにそれに返信が来ているわ、なんて、他の人がなんかコメント書いてるわってなると、もう他の人がね、もう一度出来上がったコメントに対して、 返信とと、といいうか、新たにココメメンントトを入入れれるるぶら下がりの形でで一切もう告知来ないんですよ。だからあの時々ね巡回して回らないとあこんなところにあの人が書いていたっていうことが1ヶ月後とかね数ヶ月後に気づくこともあったりもするんですよだからまあ巡回する必要あるななんて思いましたけれどもでも今1000何個200個ぐらいはもうアップしてんのかな動画。 さすがにまあ過去の動画はに、ね、コメントくださる方はあんまりいないと思うんですけど割と最近が中心だとは思うんですけど、まあ、1000個以上は、ね、巡回物理的に不可能なので、まあ、できれば何かあのコメントある際は新しめの動画に、ね、コメントいただいくださった方が、まあ、私も発見しやすいとか気づきやすいと思います。あでもね <laughs> あの先着のコメントであれば、ね、あの1本目のコメントであれば古い動画でも あのお知らせ来ますのでそれに対してはあのコメント返ししますよねあの加藤俊さんとかはね割と昔の動画にコメント最近よくくださっていますけれどもスタンダードについて話した話とかねでもそれはあの一発目のコメントだからあのそれに返信コメントじゃないのでね最初のコメントだとあのちゃんとお知らせが来るので反応は,は割とレスポンスは早く返せるかなと思っておりますいやー いいです、ね、こう早春さんとね小田チさんがまさかのまさかのねこうやり取りをね繰り返しているというところがねまあ確かにいや早春さんは激しいの好きですね「ブラントン」とかね <laughs> いいことじゃないですかあと,トとか、ね「トリオブドゥーム」とかね「トリオブドゥーム」はまあちょっと音悪いような感じがしますけど、まあ、そんなのはですねもう上回るぐらいの素晴らしい熱気のアルバムだと思いますのでまあ 小田賃さんのちょっと感想も知りたいところではありますけれどもね是非、まあ、いいなと思ったらコメントをくださるとありがたいと思っておりますえということで、えー、今回はですね、えー、まあなんか老人老人っていうと何か怒りそうですけれどもご年配の方と高校生の方の掲示板上で掲示板じゃないやコメント欄での,あの温かいやり取りを紹介させていただきました ということで、また別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイよ。